嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくてあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。演説の要人警護についたことがあるものです。演説等の要人警護は要人の方が厚い警護を嫌うことが多いですし、実際の演説現場では重火器等でのテロ対応は正直昔です。ひろゆきさんがおっしゃった通り、警護の形が云々ではなくて、今回のような行いをする人が現れない社会の仕組みづくりやり方について一人一人が当事者として考え取り組む時期だと思います。僕もあの千葉県警から要人警護を受けたことがあるんですけど、あのネット上で殺人予告がされている状態で、あの幕張メッセのなんかニコニコ町会議っていうイベントに3日間行くっていうのがあって、まあその一般の人が10万人近く来るっていう場所で、で僕もあの参加者に交わって酒を飲むっていうそういうイベントをやってたんですよね。なのでその酒を飲む場所っていうのは20歳以上の人しか入れないので、入り口の時点でその免許証チェックとかするのである程度 SP の人はいないんですけど、そこからトイレに行くときとか別のブースに行くときは必ず千葉県警の人が3人から4人ぐらいついてるっていう状態で、でその千葉県警の人って朝ホテルの部屋を出るときから夜ホテルの部屋に帰ってこれから寝ますっていうまでずっといるんですよ。まあ夜はあの人数2人とか少なくなるんですけど、なのであの夜にじゃあこれからホテル帰りますって言ってホテルの部屋行って、あ、本日はありがとうございました、これから寝ますって言ってバタンって閉めて、千葉県警の人が帰った後にホテルの部屋を出て飲みに行くっていうのを毎晩やってたんですけど、安倍元首相演説は急遽決まったので地元警察は人員不足、誰でも侵入可能なビルに囲まれた交差点の真ん中にいる要人を月給40万円の SP1 人と人員不足の警官で安全確保なんて発注来たら、まともなアメリカの警備会社は安全確保はできませんっていうよ、アメリカ大統領は街頭演説なんてしませんっていう感じで、割とずっと一緒についてくれてはいるんですけど、ただなので一緒についてくれてるので、その刃物を持って刺そうとする人がいたら多分彼らは助けてくれるんですよ。でもあの銃持ってる人がパーッと来て頭に向かってパーンって撃ったら、もうその千葉県警の人何にもできないんですよ。だって銃なんだもん。そのナイフだったら直接当たらない限りは怪我をしないんですけど、その銃持ってる人で、しかもその一般市民の格好してたら、あ、この人 SP っぽいなと思ったら SP のいない反対が前に回るとかね、じゃあ SP が後ろにいるんだったらその前に回るし、 SP が前にいるんだったら後ろに回るだったり、いくらでもやりようがあるので、基本的にその要人警護であの銃を持ってる人に対処するって日本は不可能なんですよ。だそのトランプ大統領みたいに、そのもう一般の人と全く接点を持ちません、で移動も必ずその車で移動して、会場の間だけはその SP にバーンって囲まれてゾロゾロゾロって行って、でそれが終わったらゾロゾロゾロって帰りますみたいになるんですけど、なんか街中フラフラ歩きますとか、そのイベントの会場フラフラ歩きますみたいなのって要人警護不可能なんですよ。なのでもうそもそも不可能だよねっていうのを理解すべきで、で防弾チョッキ着てたらってあるんですけど、まあこれ防弾チョッキなんですけど、まあいいや、あの防弾チョッキってこのボディのあの上半身に当たった場合に、弾が当たった場合に骨折で済むためのものなんですよ。あの防弾チョッキってあの映画とかで見てると、当たってうわ防弾チョッキだから助かったわってなるんですけど、防弾チョッキっていうのは貫通しないっていう能力があるだけで、銃の弾が飛んでくるエネルギーは全て体で受け止めるんですよ。警備会社の社長が防げるっていうのは当然でしょ。防げないなんて言ったら仕事来なくなるよ。なのでその鉄板に穴が開くような銃を撃ちました。その場合って鉄板に穴が開くような銃のエネルギーは体に来るので、あばら骨折れるんですよ。ただ貫通しないから、あばら骨が3本ぐらい折れて内臓がへこんで、あの即死はしないっていう、防弾チョッキってそういうものなんですよ。あのなんか防弾チョッキがあるからカキーンってなってノーダメージとかじゃなくて、あの飛んできた弾のエネルギーは全て体で受け止めるものなんですよ。なので、あの、防弾チョッキ着てるから何とかなるかっていうと、あの、逆に悪化することもあるんですよね。まあいいんですけど。で、そんなので防弾チョッキっていうのもこの上半身だけなので、その腕とかで打って、で、動脈に当たりましたとか、で、今回安倍首相が左腕の動脈に当たった弾が致命傷になったらしいんですよ。要は左腕に当たった動脈の弾が、動脈切れると血がずっと出続けてしまうので、で、左腕っていうのは心臓に近いので、ものすごい量血出るんですよ。
で、それが致命傷になってしまったので、それだとすると、防弾チョッキをしてても、残念ながら腕にある結果なので無理で、で、首にも弾当たってるんですよね。で、首に弾当たっても普通やっぱ死ぬので、なんでその防弾チョッキって、ゲームの場合だと防弾チョッキがあると無敵みたいになるんですけど、残念ながら防弾チョッキを着てても、助からないことって多いんですよ。なので防弾チョッキを着たから何なのっていうのは結構ありますと。で、日本の場合って、その、弾を撃ってくるやつよりは、ナイフで刺してくるやつの方が多いので、防弾チョッキの上に防塵パネルっていう、そのプラスチックだったり、その、ちょっと固めのケプラーだったりみたいな、ま、その刃物が通らないような、プレートがついてることが多くて、で、そのせいで余計に分厚くなるんですよね。なので、その上から何か着て、そのなんか、その防弾チョッキを着てる感っていうのがめっちゃ出ちゃうので、なので、あいつなんかめっちゃ防弾チョッキ着てね、みたいな感じになっちゃうんですよ。なので、それがあんまりよろしくないよね、動きづらいよね、暑いよねっていうのがあって、その、本当に狙われてる人でも防弾チョッキ着たくないみたいなのが結構日本はあったりするんですよね。まあ、着てもしょうがないってもあって。だから下半身とか、例えばその、乙武さんネタやめよう。だからその、下半身の男性が割と重要視してる部分とか、銃で撃たれたら、防弾チョッキがあったとしてもどうしようもないので、ものすごい量の血が出て死にます。はい。岸田首相の選挙演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、逮捕された無職木村隆二容疑者24のものとみられるツイッターは、国を提訴した直後の昨年6月27日に始まり、事件4日前の今年4月11日まで23件の投稿があった。アカウント名は非選挙権年齢、選挙供託金違憲訴訟、広報で、訴訟の報告や選挙制度への批判が中心だった。ニュージーランドの銃乱射事件どう思いますか？まあ、あれをテロと呼ぶかヘイトクライムと呼ぶかっていうのありますけど、でもなんか同じような考えを持ってる人って割とその先進国いっぱいいるんですよね。その外国人を排除するべきだとか、異文化の人を排除するべきだって言ってる人っていうのが。で、日本も割とそういうこと言ってる人たちがいるので、あんまりそのなんか珍しい、まあ、起こった出来事は珍しいんですけど、ただ、ああいうことを支持する人たちっていうのが一定数、ちょっとくしゃみをします。すいません。出なかった。一定数いる状況ではあると思うんですよ。日本だとそのなんか、右翼的な人が、好むようなメディアだったり、なんかそれを煽るような、まあ、なんか、在特会みたいな組織だったりとか、なんかそういう番組だったりとか、そういう YouTuber の人だったりっていうのがいて、で、そういう人が、その外国人いない方がいいよねとか、排除した方がいいよねみたいな思想を言うことで、自分たちのやってることは正しいんだ、これに意味があるんだとか思っちゃうわけですよ。で、その、ニュージーランドの人たちが、その、俺たちの国が移民に荒らされてるっていう表現をしてたんですけど、そもそも白人のお前ら移民じゃねって話で、ニュージーランドってアボリジニーとか、その、もともとはミクロネシア系の人たちの国なわけですよ。なので、白人の人たちって基本的にはその、イギリスとかヨーロッパとかにいて、で、なんか悪いことをして、その刑務所の代わりに国外通報された人がオーストラリアとかニュージーランドに着いたので、どちらかというと、本国から追い出されたはみ出し者が来ているっていうので、完全移民はお前らが方だろうって話なんですけど、でもなかなかその、要は頭の良くない人って、物事を自分の都合のいいようにしか理解できないんですよね。だからそのアメリカでもなんか移民を排除しようっていう白人のトランプ大統領が言ってますけど、いやいやいや、最初ネイティブアメリカンのインディオンの人がいるやんっていう。お前らインディオンのいるところに勝手に来たんだから、お前らが出てけよっていうふうに、歴史を知ってる人はそう思うんだけど、でもやっぱりそれってその、歴史がどうあって正しいのかとか、善悪とかではなくて、単にその、自分の思いとか、自分のこの見えてる範囲内のものが、まあ、正しいと思い込むっていうのがあるので、ね、日本もね、そのうちアイヌの人たちに追い出されるんじゃないですかね。15日午前、岸田総理大臣が和歌山市の漁港選挙の応援で訪れていたところ、演説の直前に爆発物が投げ込まれました。一応もともとは日本はアイヌの人たちがいっぱいいて、で今の日本人って言われる人たちって大体そのモンゴルとか朝鮮とかから、ね、由来してきた人の、まあ、子孫なわけですよ。でもともと天皇家も朝鮮系の流れてきた人じゃないかって言われてるんですけど、なので純粋な日本人っていうのを、まあ、言うのであれば基本アイヌの血を引いてる人以外はほぼ言えないんですよ。なので
こう日本人という血統にこだわるのであればアイヌ人の血を引いてこうアイヌの言葉を残そうとかアイヌの文化を残そうってやるべきなんですけど、アイヌの言葉ってまあもともとその文字になってないのでだんだん廃れていて、喋れる人も全然いないのでその録音したものだけがちょっと残ってるという状態で、でまあ今も廃れつつあるので、そういう意味でそのなんかそうヒンダヒンダするね。なのであの日本の文化を大事にしたいっていうのであれば僕はアイヌの文化を大事にした方がいいんじゃないかなと思います。はい、そうね、まあ、あの全員元をたどるとアフリカ人なんですよね。あの元々こう元をたどると10万年前にあのアフリカで育ったあの猿の延長線のような人たちがヨーロッパ行ってこうアジアを渡ってきて日本だったりとかで、そのあのロシアの上の方からあのカラフトの方からそのアラスカの方に行ってアメリカ大陸に行ってで南米に行くっていう歴史なので、そういう意味であの最終的にはあのみんなアフリカに行き着くので、そうするとあのアフリカ人がお前らみんな出てけよっていうと誰も逆らえないっていう。エマお母さんだっけ、イブと呼ばれてるのがあのミトコンドリアの持ち主ですね。一応そのミトコンドリア自体はその細胞の中にある酸素をエネルギーに変換するミトコンドリアっていう組織があるんですけど、でそれはもともと人間 あの細胞のにはなかったんですけど、それを別の生き物を、まあ、ミトコンドリア的なあの微生物を取り込ん でその酸素を消化する器官として作るようにしたんですけど、もともとその人間の持っているものではないので人間の DNA の中にはミトコンドリアの情報はないんですよね。なのであのミトコンドリアは母親の持ってるミトコンドリアが息子にそのまま行って、でその息子 の、まあ、あのミトコンドリアだったりその娘のミトコンドリアがまたその子供に行くっていう形なので、ミトコンドリア自体は変化しないんですよ。なのでそれをたどっていくと最終的にどこに行き着くかっていくと、そのアフリカのイブと呼ばれる猿の人に行くっていう、そういう話です。鼻かんでいいですか、すいません。サピエンス電子めっちゃ面白かったです。まあ、あの僕でも銃病原菌鉄の方が面白いと思ってる派なんですけど、なんでこんなに詳しいんだ、これ別に生物学でやる話なので生物学の授業を受けた人は知ってると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。 Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? OK OK Choose Whose fault? 家でやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか、うん。